ももちゃんとゆずちゃんでございますね。今回はマーキングのね、関係のお話ですね。コメントが来ましたので内容こちらです。はい、ということでね、お答えしていきたいと思います。マーキングね、直せますね。こんな風にですね、まあ、ももちゃんマーキングしてしまいましたね。はいはいはい、ご苦労さんね、こんな風にやっちまいます。はい、で、皆さん、あのマーキングするときですね、ワンちゃん大体ですね、あのする場所、飼い主さんであれば大体どことなく分かってくるはずです。毎日同じようにこう散歩しているとですね、ももちゃんはこういうあたりでですねマーキングしますね。こういうあの腹っぱがねいっぱい落ちてるときにマーキングしたりするわけです。します。で、飼い主さんがコントロールすればさせないこともできます。まあ私は別にしてもいいと考えてますので、こういうふうにあれあったりするんですけど、その場合はもう、ここから出しちゃいます。ね。近寄らないようにさせます。一番それが手っ取り早いです。ね。こういうふうにですね、今、ももちゃんですね、腹っぱのところから出しちゃいました。こうやって、はい、行きます。リードでコントロールして、もう通過させます。特にこういう腹っぱだとか草のところ、あとは電柱ですね。ところ、少しこう、距離を取ればいいだけです。ね。はい。ももちゃん。で、ももちゃんは、本来普段は匂い嗅いでるのに、なんで書かせてくれないのっていう形でやってますけど、コントロールします。はい、はい、じゃあ生きて、はい、こっち、はい、こっちね。いつもは嗅いでます、嗅いでますが嗅がせませんね。はい、来て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 、こっち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 、はい、嗅ぎそうなところはもうねコントロールしちゃいましょう。よし、でこっち来て、こっち来て、ももちゃん、その調子歩いて、そう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 、歩いて歩いて、そう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 、はい、そう、猫おるけどいいよ、それも通過で、ね、ここもコントロールです。はい、で。リードでコントロールもいいんですけど、活発なワンちゃんだったらもうこういう風にちょっと走っちゃいましょう。ね。通り抜けちゃう。よしよしよし。あなたいいから、ほら。ね。ちょっと早歩きで。よし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 。ちょい。さあ。ね。こんな風にゆずちゃんもコントロールです。足一つでコントロールです。はい。ゆずちゃん、ダメ。落ち着け。ちょい。はい。足一つでコントロール。コントロールで、ちょっ。こりゃ。ね。ちょっと落ち着いて、あなた。走ったのでね、こういう風に。まあ、こう、ちょっと興奮したりもしますけど、少し走り抜けてね、しまうっていうのも手でございますね。だいたい場所が分かってれば、対応できますね。いろんなところにやらかしてしまうっていうわけじゃなくて、パターンがだいたい決まってくるわけですね。こういう草がいっぱいあるとこね、ワンちゃん匂いかき大好きな場所ですね。はい、他のワンちゃんも匂いかきします。そこでマーキングしてしまったりとかしますので、その匂いを嗅いで、いやいや俺のテリトリーだろうということで、さらにこう上書きするわけですね。マーキングして、はい、そうさせないためにも匂い嗅ぎさせないですね。こんな風に匂い嗅ぎますね。はい、まあ普段だったらこう許しちゃうんですけどね。あ、こういう風にね、こんな感じで。まあ、男の子であれば、今のね、
ところちょっと匂い嗅いで、まあ、また上げておしっこチャーっていう感じですけど、まずそもそも匂いを欠かせないですね。もうリードでコントロール、もしくは少し早歩き、もしくは走るでいいです。そこを通り抜けちゃうわけですね。はい、そういうの習慣づけていただければね、徐々にしなくなっていきます。というかできないね。はい、歩いて、もちゃん歩いて、歩いて、いい、歩いて、はい、もちゃん歩いて、歩いて、こりゃあなたは走らなくてね。よし、さあ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 、あとあの虚勢してないってことなんですけど、まあ虚勢をするっていうのも一つの手でございます。あの虚勢をすることによってね、押す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 ってね、俺俺俺俺っていうこう意欲をね、下げさせることができるので、マーキングの量もね、まあ、激減します、正直言うと。はい、その手もまあ一応ありかなと思います。ただまあさせないよってことであれば、常にワンちゃんのコントロールっていうのをしっかり心がけてくださいね。ご参考になりましたでしょうか。では次回もぜひご覧になってください。バイバイ。